マイケル・アントニオ・ギブンズは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身の、プロ野球選手、宇藤右内、MLB のシンシナティレッツ所属。フロリダ州タンパのヘンリー・ B ・プラント高等学校、在学中は、投手と内野手の兼任であった。2007年には U-18 アメリカ、合衆国代表にも選出されている。中学、高校時代は、 彼の名前は全米に知られており、高校時は、投手として78イニングを投げ、8勝4敗、防御率1.71、113奪三振、打者として打率、374、4本塁打、31打点の記録を残している。2009年の MLB ドラフト2巡目で、ボルチモアオリオールズから指名された。ギブンズは、 オクラホマ州立大学には進学せず、80万ドルの契約金でオリオールズと契約した。オリオールズは、ギブンズを遊撃手として育成することにした。2010年は、サウスアトランティックリーグの A 級、デルマーバ・ショアバーズでプレー中に親指を捻挫し、打率、222で終わる。この怪我は、手術を必要とした。2011年、A 級デルマーバに戻ったが打率。 195でニューヨークペンリーグの A-9 アバディン・アイアン・バーズ降格した。オフにはオーストラリアン・ベースボールリーグに参加し、パースヒートに所属した。同年の A ビール・オールスターゲームにも選出された。2012年は A 級デルマーバで打率。243であった。2013年のシーズン前にオリオールズはギブンズに投資転向を打診する。 2013年は A 級デルマーバで40イニングを投げ36奪三振防御率4.22を記録した2014年はカロライナリーグの A 級フレデリック・キーズでプレーし1勝2敗防御率3.24であったシーズン後にアリゾナフォールリーグのグレンデールデザートドックスでプレーした2015年はイースタンリーグの AA 級 ボーイベーソックスで開幕を迎え、3勝1敗12、セーブ、防御率1.60、39回1、3を投げ54奪三振を記録し、6月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューを果たしたのは6月24日のタイボストンレッドソックス戦で、3番手としてマウンドに上り1.0イニングを無安打、無失点。 一奪三振に抑えた。その後は出番を増やし、最終的には22試合に、リリーフ当板。2勝0敗、防御率1.80、う、投球イニング数を大幅に上回る38、奪三振という好成績をマークした。2016年は、リリーフ陣の主力として66試合に当板した。8勝2敗、防御率3.61という成績に加え、 74.2インニングで96個の三振を奪って、脱三振率11.6を記録。ただ、予死休率は4.3と前年の1.8と比べて悪化した。オフの12月7日に第4回ワールドベースボール、クラシックのアメリカ合衆国代表への参加の意思を表明した。2017年はシーズン開幕前の2月9日に第4回。 WBC のアメリカ合衆国代表に選出された。3月22日の決勝プエルトリコ戦に勝利し、初の優勝を果たした。迎えた、レギュラーシーズンでは69試合に登板して8勝1敗、防御率2.75を記録した。予死球率が2.9に改善され、脱三振率も3年連続で10.05へを果たすなどリリーフとして、さらなる成長を見せた。 2018年シーズンはチームのセットアップとして開幕を迎えた。69登板で0勝7敗を記録しているが、7月下旬に行われたファイヤーセールにより、ザック・ブリットン、ブラッド・ブラック、ガレン・オデーと相次いで守護神候補が放出されたことで、13セーブ機会で9セーブを記録した。2019年シーズンの開幕に向けて守護神として調整をした。 19セーブ機会で11セーブを記録したが、8回9回の防御率が、それぞれ5.55から1.93、2.96から 6.69? と反転してしまい、その後セットアップに戻った。2020年8月30日に、タイラー・ネビン、テリン・バブラ、後日発表選手とのトレードで、コロラド・ロッキーズへ移籍した。2021年7月28日に、 ケース・ウィリアムズ、ノア・デイビスとのトレードで、シンシナキレッツへ移籍した。サイドスローから、最速98.1マイルパワー、平均94マイルパワーのフォーシームと、平均85マイルパワーのスライバーを中心に使用し、その他に、平均85マイルパワーのチェンジアップも使う。メジャー2さんのタイミングヒオプスは、511なのに対し、 対左ヒオプスは875とサイドアームということもあり、サダシャを苦手としている。ありがとうございます。